ばんは、元男の子の青木かのんとマネージャーと編集を担当しております肉団子です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、ご存知の方多いと思うんですけども、2021年の1月から私のチャンネルにカメラマンと編集マンと、あとはスケジュール管理などをこうやって担当してくださる、肉団子さんが仲間に加わったんですけども、でちょうど今日肉団子さんが私のチャンネルに入ってから1ヶ月ですよね、はい、1ヶ月経ったので、はい、今日は初めてのお給料日ということでこちらを渡させていただきます。ありがとうございます。はい、1ヶ月間本当にお疲れ様でした。いえいえ、ありがとうございました。ありがとうございます。いただきます。もう今日話す内容事前に肉団子さんにお伝えしているんですけども、はい、今日は青木かのんと仕事を一緒にして、はい、今ちょうど1ヶ月経ったということで、青木かのんと仕事してどうだったのかっていうのを聞きたくて、はい、あの2つ質問を用意させていただきました。はい、一つ目が、はい、青木かのんと仕事してこんなところが楽しかったってところと、こんなところが大変だったっていうところ、はい、この二つを聞きたいなと思います。はいはい、一応事前にあの質問を聞いてましたので一応まとめてまいりました。わお、はい、すごい。そのいいかと思いまして、さすがですね。したら肉団子さんに今から大変だったことをお願いします。はい、とりあえず3つ言わせていただきます。え、ちょっと待って、これ私の印象を落とすような。ないです。あ、本当ですか。そんなことは絶対ないです。カノンさんの嫌だったところじゃないので。あ、怖い怖い、わかりました。まずは、はい、カノンさんは、はい、編集の細かい部分のこだわりがものすごく強いじゃないですか。それって嫌なことじゃないですか。嫌なことじゃないですよ。あ、本当ですか。でも 0.1 秒単位のズレも許さないっていう、すごい自分の芯の通ったこだわりがあるじゃないですか。これはあの他の歴代編集マンさんも苦しめられてるんですよあの私のチャンネルってもちろんあれなんですよ、私自身も編集してるんですよ。だから週4本投稿だとしたら、私が半分やって半分肉団子さんみたいな感じで、なので私と同じ動画のクオリティとやってもらうと、やっぱり視聴者さん的に見るときに、あれ、なんか今日の動画いつもと違うぞみたいな、なんか違和感を感じてほしくないから。そうですね、ま、そういうこともあってってことですよね。そうです、そうです、そうです。それが0.1 秒単位の細かさなのでめっちゃすごい大変だったなっていうのは強調しますね。今までちょっと他の YouTuber さんとかの編集もさせてもらったことあるんですけど。あ、そうですよね、してましたよね。はい、ここまで細かいの初めてで初めてなんですね、はい、本当に。え、そんなですか。はい、例えば どこですか。どこですか。あの、あれですか、もしかして BGM の音量とか、あとあれですか、テロップがこう出るタイミングが、例えばあいうえおっていうじゃないですか、あって言った瞬間に、あ、そうです、あっていう文字が出ないとダメみたいな。カットのピタッと切れたとこでテロップも全部切れるってしないと、次の場面に 0.1 秒でも入ってたらアウトっていう。そうですね、そうですよね。ちょっと、はい、じゃあ編集マンさんにそれを再現してもらいましょうか。これが正解バージョン、あいうえおかきくけこで、私がちょっと気になっちゃうバージョン、あいうえおかきくけこ、どうでしょうか。視聴者さん的にどっちが見やすいですか。多分私的に前者だと思うんですよ。ところが今までの担当した YouTuber さんではそういうのがなかったので、そこまで。いや、でもこれはこだわりなのでいいと思います、僕は。はい、あと次、次、次は、わー、怖いな。はい、1日に15時間以上の編集時間フルテロップでっていう感じじゃないですか。全部の発言に字幕が入ってる、字幕を入れるっていう作業があるので。私的な理想はドライヤーを乾かしながらでも動画を見れるっていう、うん、消音にしても動画の内容は理解できるみたいな。なんか耳が不自由な方とかもいらっしゃるんで、はい、そういった方にも楽しんでもらえるようにみたいな。そうですよね、はい、それがやっぱ大変です。そう、すごいです、かかりますよね。やっぱ先週15時間なんで、本当朝起きて気づいたら夜中っていう。休んでください休んでください、お願いします。まあ僕がまだ未熟なので、いやいやいや、もうちょっと僕がバーッとスピードが上がれば多分大丈夫と思うんですけど。でもそこってあれですよね、あの編集マンあるあるだと思うんですけど、効率的にいかに作業を進めるかで自分の休み時間を確保できるかみたいな、はい、最初のうちは私も2日ぐらいかかったんですよで今と6時間7時間で終わりますね。もう本気でバーッてやればできるんですよ。そうですね、僕もそういう風になるようには頑張ります。まあ、そうですね、まだ1ヶ月目だと、まあ、まだ1ヶ月目なんで、ね、私3つ目はですね、僕まだ編集全然未熟じゃないですか。まだ1ヶ月しかやってないのもありまして、あの修正作業を毎回カノンさんに行っていただくじゃないですか。あ、お直し作業ですね。そう、お直し作業、修正作業してもらうんですけど、はいはい、それでカノンさんの他の時間を全て奪ってしまってる
いや申し訳なさがあって、いや僕が、ね、完璧に作ってれば他の撮影もできますでしょうし、他になんかどっかお出かけしたりとかもできるものをわざわざ僕のために家から出ず待っていていただいて、修正を7時間も8時間も付き合っていただいて、まあ、7時間8時間も確かに最初はえげつないなと思ったんですよ心の中では。でも長く一緒にやりたいと思ってますし、はい、あとはその今までの歴代編集マンさんも最初の頃はやっぱり同じぐらい修正作業ってあったんですよ。ああそうなんですね。はい、でだんだん10本目20本目の編集を重ねていくうちに、はい、ああもう修正する場所多分1箇所あるかないかみたいな、だいたいそんな感じで皆さんこうやられてきてるので、はい、まあでもあれですよ、だって肉団子さん、え、だって今日の修正作業は1時間ぐらいだったんじゃないですか。そうですね、今日は1時間ぐらいでしたね。そうですよね、はいはい、私的にわすげえめちゃめちゃ上手くなってるって思ったんですよ。ありがとうございます。いやいや、もう本当に私の完コピみたいな、はい、それを目指してるんで、いや嬉しいです、嬉しいです、言っていただいて、いやありがとうございます。いやいや、ありがとうございます、こちらこそ。これで大変だったことは終わりです。お次は良かったことですね。お、いいですよ、全然いっぱい言っていただいて、いっぱい言っていいですか。一応3つって聞いて、3つ、ね、あ、3つ、はい。まず一つはですね、編集技術にかなりの自信がつきましたね。今までの YouTube の担当全然違いますんで、多分カノンさんのこの動画の技術っていうんですか、編集技術って結構な上のランクのような気がするんですよ。ちょっとこれおこがましいかもしれないですけども、多分他のもう100万人登録超えの YouTuber さんと同じぐらいの編集クオリティはあるかもしれないですね。内容はともかく、はい、内容は私自分では別にすごくないと思ってるんで、はいはい、あ、いえ僕はすごいと思ってます。あ、いいですよ。でその何が言いたいかっていうと、登録者数の割には編集はめちゃくちゃこだわってると思ってて、多分他の YouTuber さんよりは作業量が多いんですよ、はい、それはやっぱり全ての字幕に、あ、全ての発言した言葉に字幕で、ちょっとピックアップしたいなって言葉にはキラキラの色を入れたりとか、やっぱり耳が聞こえない方とかが以前そのファンミーティングにいらっしゃったことあって、やっぱそういう方にもちゃんと届けたいなみたいな、もう誰が見ても分かりやすく作りたいっていうのがあったんで、まあそういうこともあって、だから字幕の量でいうと多分半端ないと思いますよ。そうですね、字幕の量もそうですし、10分以上の動画でやられてるのもあるんですけど、本当だったら多分100万人登録 YouTuber ぐらいの人たちがやればいいんですよ、はい、このぐらいのクオリティっていうのは、はい、私みたいなこのペーペーは本当にちょっとこうちょっと強調したい時だけ字幕を入れればいいんですよ、はい、だいたい周りの YouTuber ってそんな感じなんで、私としてはすごいこだわりたいけど、客観的にもし自分を見た場合で見ると、いや登録者数と編集のその神経質度が割に合わないなみたいな思っちゃいますね。もっとラフにやればいいのにみたいな。うん、まあでもね、これから先も、いや頑張りたいですよ。目指されてるでしょうし、いいと思う。頑張りたいんで。ちょっと足崩していいですか。あ、ごめんなさい。正座してたんですか。正座してたんです。で、正座しなきゃダメかなと思って。ああ、いや全然足。ないでしたね。下です。足が痛かった。二つ目。はい。撮影の後とかね、ご飯に連れて行っていただいたこと。ああ、もちろんそれはもうあのなんかいつも。車とかいっぱい運転してもらったりとか、もうなんか本当に今まで撮れないような企画がだんだん撮れ始めてるから、はい、それすごい感謝してて、いやいやいや、仕事だけって辛くないですか、正直。その中にも少しでも光が見えた方が私は、はい、あ、今日も頑張ろうみたいな思ってもらえるんじゃないかみたいな、はい、過去に私はそうやってなんか仕事の上司とかにやってもらったから、いや大変嬉しいです。いやご飯連れてくれてもらったことは、まあ、元々肉団子さんは私の YouTuber の先輩なんですけど、はいね、めちゃめちゃ不思議ですよね。そう、今の不思議な感覚ではありますよ、確かに。最後一つですね、これはですね、あの、まあ、カノンさんに言ったわけじゃないんですけど、視聴者さんがあのコメントで褒めていただけるんですよね。おー、あ、そうですね、はいはい、編集見やすかったみたいな。そう、見やすかったとか、まあ、野球の動画とかでもそうですけど、エビの心配してくれたりとか。ああ。すいませんね、突き指さしてしまった。いやいやいや、もう大丈夫です。ちょっとまあ痛いですけど大丈夫です、まあ、そういうのがすごく嬉しくて、やっぱなんかいつも今まではあの作った動画とかってコメント見ないんですけど、でもあのカノンさんのに関してはこう視聴者の方が僕にですよ、演者じゃない僕の方にコメントをいただけてる。いや優しい視聴者さんですよ。ものすごい嬉しくて全部見てますけど、これがでも一番嬉しいですね。でも今日あれじゃないですか、動画出たがらなかったじゃないですか。いや僕ちょっとカメラの裏側で喋るだけでって。そうですね。え、でも なんでこれで出てくださったんですか。あ、いやいやいや、それはまあカノンさんが出れっていう協力させていただこうかなと思って。あ、そうですか、はい、まあ、対談ってやっぱ見やすいですからね。そうですね、対談なのでやっぱりこういう方がいいかなと。わかりました、はい、これって私の印象悪くなんないですかね。
全くなってない。すごくカノンさんの編集に対する思いとこう動画に対する思いがしっかり詰まってるとこからいいと思います。あと僕の編集の技術が上達すればっていう。でもこれ私一歩間違えたらパワハラなんじゃないのかみたいな思うんですよ、はい、というのもその肉団子さんが提出してくださった動画を私が修正作業をするじゃないですか、はい、で肉団子さん見てくださいよこうやって修正するんですよみたいな感じでこうやって肉団子さんを横にこう呼んでやるじゃないですか、はい、で、はい、この BGM は音量が低いですね、はい、ここを高くしましょう、あーこれテロップはみ出してますね、だからこれこの前言ったじゃないですか、テロップはここまでですよ、はい、このカットはみ出してますね、ここまでカットです、これスローモーションで見せた方が見やすいってこの前言ったじゃないですか、なんでやってないんですかみたいな感じで、はい、私がなんかだんだんとちょっとヒートアップしてると思うんですよ、はいはい、でそれに伴って肉団子さんのトーンがどんどん下がっていくみたいな、はいはい、あ、そうですね、みたいな、これって一歩間違えたらパワハラなんじゃないのって私は思っちゃったんですよ。だからなんか私も気をつけなきゃなと、はいはい、思いましたね。 なんか、うん、ちょっと反省してる部分もありまして、実は。あ、そうなんですね。実は全然というか僕も初めての試みでもありますので、なんかまあ言い訳になっちゃうかもしれないですけども、やっぱすごい肉団子さんってこうなんか答えてくれるじゃないですか、はいはいはい、なのでなんか私もすごい期待がどんどん高まっちゃうんですよ。なのであ肉団子さんだったら多分私と同じようにすぐできるみたいな、はい、なんか勝手に期待しちゃってる部分もあるんで、まあ、あくまでもまだ始めて1ヶ月だからもう少しこうやって肉団子さんの速度に合わせて私も進んだ方がいいんじゃないかなってたまに反省することもあるんで、この1ヶ月私もいろいろと学ばさせていただきました。あ、いえいえ。ということで1ヶ月目お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。今回この1ヶ月お仕事一緒にして、はいろいろこうあったじゃないですか、はい、思うことも、はい、まあ、これを踏まえた上でまた2ヶ月目一緒に私とお仕事していただけますでしょうか。もちろんです。よろしくお願いします。危ない。ちょっとここで、あれだったらやばかったですよ。もちろんです。あ、本当ですか？ご一緒させていただきます。ありがとうございます。はい、いえいえ。お願いします。よろしくお願いします。という感じですね。今回は、肉団子さんが、私と一緒に働いて1ヶ月経ったので、それの感想を話していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません。出ていただいて。はい、出演費、いりますか？もちろんです。あ、すみません、いらないです。大丈夫です。ちょっとめっちゃ怖いです。めちゃめちゃブラックジョークじゃないですか。すみません、大丈夫です。はい、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうございます。はい。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。私の Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントも画面の下にありますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また、次の動画でお会いしましょう。